アイドルもね。うつむきかけたあなたの前を静かに時は流れ巡る季節の中で、あなたは何を見つけるだろう。海の青さに戸惑うように飛び交う鳥のように羽ばたけ強く小さな翼広げ巡る季節の中で、あなたは何を見つけるだろう。昇る朝日の眩しさの中、遥かな空を目指し、羽ばたけ強く、あなたの旅が始まる。巡る季節の中で、あなたは何を見つけるだろう。はい、今回はね、松山千春さんの季節の中で歌いました。2016年9月の11日日曜深夜というかな、もうこの明け方だけどさ、月曜ね。でもしょうがない、今日はね、日曜日はさ休みだったからさ、おなじみソロストーンを持ってねやってきたんだけどね、アウトドア行ってきたんだけどね、今日はあの人いつものね彼女が来てくれたんでさ、それでちょっとね行ったこともあってね、ずいぶん飲んだお酒もね、でそんなわけで、うん、でだこんなに帰ってねちゃってね、だこんな時間で一応ね生存確認の一環として動画を残しておこうと思って、ね、今やろうか。じゃあ今日もね YouTube ライブやります。ありがとうね、本当ね。確か今日ね荒川の河原に来てくれてありがとうございました。今あえてお借りでね、ありがとうね、わざわざね今回もいろいろ飲み物とか持ってきてくれてありがとうね。うんね、そんだけ遅くなっちゃったね。だからね、ちょうど帰ろうかなと思ってたから来たから、いつもそうなんだ、あの来てくれて、だから遅くなっちゃったの本当、僕は帰ろうかなと思ってるね。さて今日も YouTube ライブワイヤーキャストでやりましょう。一人認証配信見ながら寝たんでね、もうだいぶもう7時間以上寝せんじゃないかな、だからね、だからぐっすり寝ました。それで今ちょっと早めに起きてね、ちょこっと休なかったからさね。じゃあ、うん、さてやろうか。 YouTube ライブやりますね。今回遅くなったからね、やりますよ。 YouTube ライブやりたいと思います。はい、スターストリーム、うつむきかけたあなたの前を静かに時は流れ巡る季節の中で、あなたは何を見つけるだろう。海の
戸惑うように飛び交う鳥のように羽ばたけ高く羽ばたけ強く小さな翼広げ巡る季節の中で、あなたは何を見つけるだろう。昇る朝日の眩しさの中、遥かな空を目指し、羽ばたけ高く、羽ばたけ強く、あなたの旅が始まる。巡る季節の中で、あなたは何を見つけるだろう。はい、今回はね、松山さんのね、2016年9月の11日日曜深夜の生存確認ですって、まあね、日曜深夜っていうか月曜早朝かな、12日、まあしょうがないね、気分としては2016年9月の11日日曜深夜の生存確認、今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、どうもね、今日 ね日曜日はさ、当然休みだったからさ、またソロストーンを持ってさ、近くの河原にね飲みに行ってきたんでね、そんなわけで、それで今日はさ、いつもの人が来てくれてさ、ね、帰ろうと来てくれたんで、飲み物、そんな、ちょっとね、細くなっちゃったからさ、帰ってきてね、寝ちゃったわけね、そんなわけで、今こんな時間です。あ、じゃあ今日もね、さあ、そんなわけで、もう今日今夜はもう飲まないからさ、時間も時間だからさ、アルコール飲みません、当然ね、この時間なんでね、ちょっとね、そんなわけで、今夜はね、牛乳を飲みたいと思う、牛乳。そこの近くのセブンイレブンで買ってきた今夜は、同じに毎日の食卓 3.6 牛乳をいただきます。ね。これね、この時間でもアルコール飲んでらんないよ、もうそれにさ、昨日随分飲んだからな、あれ。4号のお酒の缶、ジュスケさん持ってきたのとね、彼女が持ってきてくれたのね、その中で今夜は、今回はね、アルコールじゃないよ、牛乳。でもありがとうね、持ってきてくれて。ありがとう。はい。はい、どうもね。今回これ。もう一回。で、いつもの、今回は牛乳飲もうかな。飲みすぎたからね、昨日、こんばんは、どうも。日曜日飲みすぎたんでね、ずいぶん持ってきてくれたから、ね、彼女が持ってきてくれたんで、こちらいただきます。今夜は牛乳飲もう。牛乳ならまた一寝入りして、5時頃に寝る。うん。今回牛乳を飲む。いいね。ああいいね、たまに健康的だ、うん、ああ、うまいね、ああうまい。牛乳にアーモンドといえば、ね、一緒に買ってきた梅干しの食いたかったね、やっぱ飲んだし、あとはこれがいいよ、いただきます。飲みすぎた後はこれが最高だよな、うん、この酸味がいいね、
だから4時間、7時間以上寝てんじゃない？ 7 時間以上寝た。だからちょっとね、なんかスピード早く寝ちゃったからさ、寝る前に配信できなかったからさ、生存確認できなかったんで、今やって、ちょっと早めに起きてね。まあ、あと何十分かで終わるから、まあ5時頃にまた一寝入りして、1、2時間寝てまた仕事。十分寝てるから、そうだって、もう7時間以上寝てるよ。昨夜早かった、もう9時過ぎに寝てるからね、9時過ぎには。だって1泊ね、市の河原で4合、自分が持ってきたお酒で4合でしょ？いつあの、持ってきてくれたのかさ、持ってきたお酒のと、あれ、宝の焼酎ハイボールだけど、もう飲だから、今朝はこの、今回はこれ、牛乳で。ああ、うまいね。うまいね、牛乳ね。あっという間に生きてるのに。この辺にしといて、先の結び食っちゃおうか。先の結び食っちゃおう。梅干しのあれ、やっぱ梅はいいね、やっぱ。どうもこんにちは。ここ梅干しのおむすび。日曜日は河原でサンド飲んでめす梅干しのおむすびね。です。日曜日結構飲んだからさ。梅干しの練り梅のおむすび。まあでも悪くてね、今来てありがとう。あともう5分か10分であると思うよ。5分ぐらいですね。5分足らずで終わると思います。そして今から、動画を多分アップされると思うんあ、うまい。昨日さ、まあ、いつもの3週続けてさ、荒川の河原に行ったんだけどさ、11日の日曜はさ、なんか外人のさ、グループが来てさ、なんか音楽かけてたから、あれが拾っちゃってね、やっぱ YouTube の、なんかあったの来てた、警告メールがないな、あれ。あれ、僕が拾ったあれ。どっかの人がさ、外人グループがさ、河原でバーベキューって、その人たちがさ、その人の音楽ね、あれ。あれ拾っちゃって、あれも著作権的に無理、大変。でもそれは、なんか一部の国では、聞けないよって言ってたね。あ、そうなの、面白かったのにな。終わりなんだ。面白いね、あの人のライブ番組。僕は好きだったんだけどな、あの人。な。終わっちゃうんだ。面白かったのにな、あれ。日曜の時間帯。生放送っぽくて。ああ、うまいね、牛乳ね。ワンペ、一平じゃないな、歓迎一平さ。あ、一だからワンって言ってんのか、あの人。一、読み方変えて。歓迎一平だもんな。そうかな、多分。多分1秒ワンって読んでるのかな、ちょっとな、あれ。あっという間の1リットル。おいしいね。やっぱ牛乳は、これが一番うまいね、牛乳ね。僕、なぜか知んなく低脂肪乳ってね、あれなんだけど、低脂肪乳飲むようになると下痢になっちゃってね。なぜかわかんない。ね。
普通の順位じゃいいんだよ、あれ。低脂肪牛じゃなぜか最近、このほんと、数年かな、数年ら、なぜかウェジっぽくなっちゃって。わかんないね。だから当然これ通常なら大丈夫。通常の順位。低脂肪牛安いからって、ね、ちょっと前がね、そう、なんか、低脂肪牛飲むと、下すんだよな、僕は。ね、なんかわかんないね。牛乳は大丈夫なんだけどな、普通の。ああ、うまい。じゃあ今日はこの辺で、ラスティックの方終わります。ではまたね。